皆さんこんにちは、わたげです。イエイ。今日もね、とある場所にぼっち飯に行くんですが、でもね、今日はちょっといつもと少し違うんですね。なんでしょう。正解は美容院に行きました。そんなことはどうでもよくって、私最近ね、皆さん知ってます、おしゃれ港区女子っていう存在にちょっとね興味がありまして、急に何を言い出したんだって、何を言い出すんだお前はって感じだと思うんですけど、ちょっと違うの、ちょっと一回聞いてほしいの。あのね、私は今までの人生の大半を茨城県で過ごしてきまして、今まで生きてきた中でその港区女子とかいう存在を1ミリたりとも感じたことなかったし、出会ったことがなかったんですよ。そんな私がその大学になってその東京に出てきたら、まあなんということでしょう、うじゃうじゃとそのキラキラ発光した女子が出歩いているではありませんか。田舎者の私はその港区女子というものにとても興味が湧いてしまって、もうこの子たちは一体どんな生活をしてるんだろうってすごい気になってしまったので、そこでそんな女子たちの生態を調査すべく、我々は今日はですね、あのキラキラ女子が集う表参道のスターバックスにぼっちで行って人間観察でもしようかなと思います。もうまず表参道ってその街自体がもうキラキラ、もういかにもキラキラしてるのに、もうスタバなんて言ったら、スタバ、ちょっと端まで、私ごときがね、いきなりそんなキラキラの溜まり場のようなところに行ってしまったら、きっとそのキラキラの光の反射か何かで一撃で死ぬ気がしたので、まずは自分のテリトリーでね、社会に馴染んでから戦場に向かおうということで、まずはこちらの吉野家にやってまいりました。まずはここでね、腹をこしらえます。こちらの吉野家さんね、タッチパネルで注文ができるということで、まあ嬉しいよ、本当に。人と会話をせずにね、こうやって頼めるということでは、本当にぼっちの味方ですよね。で、今のこの牛すき鍋膳みたいなのどうしても食べたかったんやけど、でもどうしても牛丼も食べたいな、ということで。まあそんな時はね、どっちも頼みます。はい。ここの席はなんか窓際だったので、こうやって、待ちながら人間観察ができるって席やった。やっぱり吉野家とかすき家とかそういう牛丼屋さんは、なんか食に黙々と向き合ってるサラリーマンの方がほとんどなので、ぼっち女でもね、とても居やすい空間です。そこまで店内人多くなかったんだけど、隣ぐらいに座ってたおじさんがめちゃめちゃ牛丼にも、あなた海作ってますってぐらいめちゃめちゃ紅生姜のっけまくってて、びっくりした。まあなんということでしょう。こちらが今日戦場に向かう前に腹にこしらえていく食料たちですね。なんというこの牛すき膳のお肉がもうポロポロしてるのがとても可愛らしいですね。そしてこちらもう一つが牛丼でございます。ちょっと食べきれる自信がなかったので小盛りにしました。だらいただいていこうと思います。もうね、この日めちゃめちゃお腹空いてたので、もうまずは牛丼からいただいて行こうと思います。もうこんなんもう美味しいに決まってるやん。もうこの値段でさ、こんな美味しいものが食べれるなんて、もう日本感謝ありがとう。まあ普段は私紅生姜があんまり入れないんですけど、ちょっとさっきのおじさんがねめちゃめちゃ紅生姜入れてたので、ちょっと私も対抗してみようと思って、私も紅生姜チャレンジやってみます。なんか私、普段紅生姜があんま入れない派なんですけど、っていうのもなんか、そのさ、牛丼の、脇役なわけじゃん。でも脇役にしてはめちゃめちゃなんか主張が強すぎる見た目と味の濃さ。なんかすごいシャシャリ出てくる感じがあんま好きじゃなくて、あんま普段入れないんだけど、でもみんなは入れる派なのかな？入れますか？紅生姜。ちょっと誰か教えて。でもやっぱ紅生姜つけて食べてる人の方がなんかかっけえじゃん。なんかその牛丼レベル上がって、っていう感じ見えるじゃん。なのでちょっとすごい頑張って食べてみたんですけど、ま、別に、入れなくてもいいかなみたいなって思いました。次にこちら牛すき食べていこうと思いますね。これ超美味しそうじゃない？もうこれずっと食べたくて今まで。でもなんかちょっと一人だとハードル高いなと思って、あんま今頼めたことがなかったんですけど、今日は思い切って頼んでしまいました。
ね、このすき焼きとかについてくる卵混ぜる時間ってめっちゃワクワクするよね。それでは念願の牛すきいただいていこうと思います。このすき焼きをさ卵にくぐらせるっていう考えアイデアを考え出した人ってマジで天才よね。ノーベル賞差し上げたいぐらい今からでも。んで美味しい。でこう牛丼と交互にね食べながら、もうこれは美味しすぎてね、ちょっとガンダム、あ、ちょっと久しぶりに、ね、ガンダムが出てしまいました。でこうやって食べながらね外見てたら、なんか外をすごくなんかむつまじく歩く、すごいイチャイチャしながら歩いてるカップルがおりまして、なんかそのカップル見てたら、なんで私ってこうやってぼっちで石の屋でご飯食べてんだろう、なんで私ってとか思っちゃったりはなんてしなくて食べますけどね。もうそんなの気にせずに私は食べますけど、どっちも食べ続けてったら、この先に牛丼のお肉だけ食べちゃって、そのご飯が残っちゃったので、このご飯をどうしようかなって考えてたんだけど、ちょっとすごい悪いこと思いついちゃって、この牛すき鍋のお肉をこの牛丼に乗せて食べちゃおうかななんて。もうこれはちょっと悪いことなので、ちょっとあんま周りに見られないように、見られてはこれダメです。こんなん美味しいに決まってるのよ。こんなんもう食べますよ、食べますよ、あ、バレないように、バレないように、バレないように食べて、パー。じゃあ私さらにちょっと悪いことを思いついてしまって、この牛すき鍋の肉を巻いた牛丼のご飯を、あ、ちょっと悪いことする、この卵につけて、はぁ、バレない、バレないように、バレないように、バレないように、今アフレコで弾きすぎて床にあった水をめっちゃこぼれたんやけど、めっちゃこぼれたんやけど。最近おしゃれ女子目指して、あのいろんなカフェ巡りとかしちゃってるんですけど、でもカフェにいる女ってマジで食べないの、食べ物を。なんかもう飲み物だけでお腹がいっぱいですみたいな女子しかいないから、こうやってガツガツ食べれる場所ってほんと心が休まるよね。まあ、という感じで、あの戦場に行く前にね、ちょっとハラミ足しができたので、こっからキラキラ女子のいる表参道へ足を進めたいと思います。ごちそうさまでした。気合十分、完食です。わたげチャンネルポリティ。はい、ということで、いざ足を踏み入れました、表参道。ちょっとね、心なしか先ほどとはちょっと顔つきも険しいですね。緊張しております。時間帯が夕方になってしまったので、あの大学終わりのそのキラキラ大学生が、あの街にちょっと出回って出歩いておられて、あのとてもね怖いです。こんなあの動画を回しながら歩いてるやからいなくて、怖いです。なんかわからんけど、心なしか、なんか床のタイルもおしゃれな感じするもんね。表参道ってやっぱ地面からおしゃれを匂わせている街なんですかね。それでは潜入していこうと思います。無事に買えました。なんかようわからんケーキみたいなやつとお茶。このねすごい、あの通行人の見える席に座って、あのいろんな表参道を歩く人々を観察しようと思います。どうもね、さっきから周りのキラキラさとスタバのおしゃれさに圧倒されてずっとそわそわしてしまってるんですけども、落ち着いて、綿毛。今の私はこのスタバのようわからんケーキと茶という二大キラキラ武器を手にした最強表参道女なのよ。何も恐れることはないわ。いや、逆にこの周りにマウント張れるぐらい今キラキラに自分も発光しているのではないかというぐらいの感じですよね、ほら。あのね、やっぱりスタバってなんか異様なパソコンの作業率えぐない？なんか周りのぼっちの人みんなパソコンで作業してるし、うちの両隣もパソコンで作業してたので、私もちょっと
パソコンで作業してる風に風を装ってみました。私は何をやっているのでしょうか。ほんでこのおしゃれケーキの上に乗ってるこの謎のかぼちゃの種みたいなやつ、ちょっとこれなんか気になったらちょっと食べてみようと思って、まあ、多分これもおしゃれな多分かぼちゃの種の形をしたチョコかなとか思って食べたんですけど、あのただのかぼちゃの種でした。こうやって改めてこう東京の外の世界をずっと見てるとね、マジでみんなキラキラおしゃれだなってちょっと見られたんで隠れてます。すごくねこう信号待ちのとこなんで、あの人が止まってるとこをガン見してたらすごい目が合ってしまったんですけど、あセーフということでありがとうございます。セーフです。こうやって人間観察してるとまあいろんな人がたくさん通るわけで、ブランド物を持つお姉さんやったりとか、まあすごいウェイウェイな大学生だったりとか、まああとすごくあのイチャついていらっしゃるカップルの方だったりとかが、まあ、たくさん通っていらっ行かれたんですけども、まあそういうやつにはまあこういう感じで、もう私は一人でぼっちでもあのスタバとか来れちゃいますけどみたいな顔で挑発威嚇をしてました。だからずっとこの通行人を目で追ってるんだけど、この目で追いすぎてあのイカゲームに出てくるあの子みたいななっちゃってますけど、さっきからねその道にあの女の子集団の多分大学生かな、大学帰りだと思われる女の子の3人組がずっといまして、ずっとねこの信号の前のとこであのすごいピチャピチャ喋ってるの、多分あの今日の大学も疲れたよね、え疲れたよね、えこの後カフェ行かない、えカフェ行く、えカフェ行く、えてかその服超可愛い、え超可愛いんだけど、え可愛いかな、え可愛いかなみたいな、ずっと信号を渡らずに話してて、もう何をしてるんやろってずっと思ったんですけど、ちょっとこういう時しかあんま見れないので、ちょっとずっと見てたらちょっと視線を感じたので、ちょっと隠れつつでもまだちょっと見たい、まだちょっと見たいのでちょっとチラ見しつつ、やっぱねちょっとワイワイその楽しそうな大学生を見ると自動的にひがみの心が出てしまうのがちょっと悪い癖なんですけど、でもすごく可愛かった大学生でした。ああこっから見てて思ったのが、やっぱ表参道を歩く女はみんな前髪が薄くて足が細い、これに限りました。あ、この赤い子かわいい。この人間観察を通して、やっぱこのキラキラ女子の共通点、その前髪が薄い、足が細い、そしてみんなバッグは肘で持つっていう、この3つの共通点を見つけられたので、私もこれからキラキラ女子を目指して、まあでもなんか、まあ、目指さなくてもいい気もしたんですけど、なんかちょっと、まあ私はぼっちでも、キラキラじゃなくてもぼっちでも、こうやって、あの、食べれますけど、みたいな、まあちょっと意地も出つつ、まあちょっと今日はいろいろ収穫できたのでいい日でした、とても。はい、まあ別に私もキラキラ女子に憧れてなりたいってわけじゃないので、まあ別に私は私でいつつ、まあでも前髪を薄くしてみようかなって思いました。無事に帰還しました。はあ、つらかった。もうマジでなんかさ、もうずっとああいうおしゃれなとこにいるともう本当にもう気が張るので、もうちょっともう家に帰ってきた瞬間もうこんな感じ、もうティッシュ投げちゃう、ちょっともうなんかちょっとなんか馴染みあるものが食べたくなったので、私の大好きな納豆キムチを食べようと思います。これ最近ねちょっと贅沢しようと思って、ちょっとねいつもより200円高いキムチ買っちゃって、もうやばいよね、もう色からしても違いますよね、ほらね。いただきます。ただいま。なんかおしゃれな女子になりに行ったのにさ、なんか逆にいろんな人を悲願で帰ってきてしまった。なんて心が汚いんだろう私って。あそこの子いつか馴染んでいけるようにな、綺麗なお姉さんにも目指していこうって思ってたんだけどな。世の中ってそう甘くないんだな。全然話変わるんだけどさ、私こういうなんかもともと味濃いものとか塩分とか甘いものとかとにかく味濃いの大好きなのね。
味は濃ければ濃いほど、醤油は入れれば入れるほど、ごま油はいくらかけたって支障はなし、みたいな。ごま油なんぞ、もう、本当に味濃いもの大好きすぎて、だからかわかんないけど、めっちゃむくみやすいのね。もう寝起きなんぞ。寝起きなんぞ、まあむくむむくむで、まあ、表参道にいるような女たちにはもう、全くそのそぐわないような大根足で私起きるんです、いつも。大根足で顔パンパンで起きるの。それがめっちゃ悩みで前から。それがどうにかなんないかなってずっと思ってたんだけど、なんか前の動画でもね、ちょっと一瞬うつってたと思うんやけど、ね、最近はね、私これを履いていて。これ、あ、やばい、糸くずついてた。プレミアムスキニーレギンスっていうあの着圧レギンスを最近履くようにしてて、これがね、超いいの。いただいてから履いてるんだけど、もうね、むくみやすしやすこさんの私にとっても超救世主アイテムで、なんかね、これが純日本製で、めっちゃいろんな成分が配合されてるんだって。なんか超質が良くて、履き心地が超いいのと、この足首のとこからお尻までカバーされてるから、ヒップアップにも、あとその足の隙間、内側の隙間作りにもめっちゃいいらしい。あ、ここ。私はちょっとね、本当にね、ふくらはぎと太ももがマジでむくみやすいんだけど、これを履いて寝ると、朝起きた時の、この、なんていうの、この内側の、太ももの内側が違うの。家にいる時だって、あと寝てる時、その寝てる時なんか、なんとさ、まあ、何もせずとも、むくみが取れてさ、下半身痩せできるなんて。私はね、他の方々たちが寝てる間に、表参道女子に近づいてしまおうという作戦なので、で、なんかこの部分によってこの着圧のこの圧が違うんだけど、これ全部いい感じに、こう、ってこうな、痛すぎず、気持ちいいぐらいの着圧だから私はとても気に入っています。まあ、ズボラな私にとてもぴったりなアイテムなので、これからも愛用させていただきます。ありがとうございます。頑張ろうね。一緒に表参道を目指そうね。ね。という紹介でした。うん、今日はね、あの表参道の女子に、カップルに、大学生に、JK にの乾杯でしたが、まあ、いつかまたリベンジで私も馴染む日が来るというか、まあ、勝てる日が、マウントを取れる日が来るのをまたちょっといつかリベンジを絶対してみせるので、近いうちに。なのでちょっとこれからもぼっちの力極めていこうかなって思ってます。ということで、今日見てくれてありがとうございました。皆さんもね、おしゃれな街にね、溶け込みづらいな、みたいな、あんま行きづらいな、みたいな方もいたら、もしいましたらね、ぜひね、こんなおしゃれなとこ行ったよ、みたいなとかあったら、ぜひ、今、コメントなりで教えてください。こんなおしゃれなとこ行きにくいんだけど、おたけちゃん、お前行けよ、みたいなとこもあったら、ぜひ教えてください。ということで、目指せ、おしゃれ女子。